の愉快な旅クラブ、旅は人生を豊かにするジャンボツアーズの提供でお送りします。皆さんこんにちは。やっと帰ってきましたね。はい、ただいま戻りました、はい、さあ今回は北海道、ゆめきこ2月の15日から3月19日まで北海道まるごとゆめきこご用意しました。4日間お休みお時間作ってください。日本航空で、東京大阪名古屋福岡どっかを経由しまして北海道、そして1泊目が阿寒湖。昨年僕11月の初旬に真っ白系の中札幌まで1日行きましたよ。すごい。高速道路も50キロ制限だったんですが、まあこの時期ならではの北海道阿寒湖がですね、氷結してて穴を開けてこれぐらいのワカサギを釣ったり、冬花火が毎日上げられたり、湖上で全てのイベントがいっぱいあります。そしてホテルニューアカン、いいホテルですね。こちらのホテルで80種類のバイキングをいっぱい、お好きなものを召し上がってください。嬉しい。勝手丼という、ほどほどにイカとかサーモンを入れた天候丼はとってもいいと思います。さあその後翌日は摩周湖、そして砕氷船オーロラ号に乗っていただいて、要は1メーターぐらいの氷を船の重さでバリバリバリと、あのアムール川でできた流氷がずっと網走海岸に流れ着いているじゃないですか。流氷が見れるんですよ皆さん。すごい。さあこの流氷をたっぷり楽しんでいただいて、オホーツク流氷館でクリオネの小動物を見て、キタキツネ牧場を見て層雲峡まで来ます。層雲峡では夜氷瀑祭り、石狩川が目の前に流れてるんですね。この水を凍らせて作った、まあ、氷の彫刻やね、これがライトアップされてとっても幻想的。耳寄り情報、2月19日日曜日出発のお客様は祭り会場でジャンボツアーズのお客様だけあったかいスープをくれるそうです。お、特典ですね。これをいただいてフーフーしながら氷瀑祭り楽しんでください、はい、翌日は、銀河流星の滝、そして旭山動物園では名物となってますねペンギンの散歩、これとか見ていただきまして、札幌、札幌でのお泊まりはうちの福祉所長、札幌の営業所の所長が大のラーメン好きです。2日に1回食べに行ってるのでもう元祖味噌ラーメンとか、エビがいっぱい入ったエビの出汁の作った濃厚味噌とかのいろいろな情報をうちの営業所の方に聞いてください。4日目は札幌の市内観光を楽しんでいただいて、北海道4日間満喫楽しんで帰っていただくコース、2月の15日から3月19日まで6万5800円からご用意しました。このチャンスに流氷も見れて、アザラシも見れたり、ペンギンパレード見れて、もう2つの祭りも見れて、もうてんこ盛り。行きましょう北海道、白い大地が皆さんをお迎えしますよ。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。それではまた来週。北海道の放送したらドバイに申し込みに来てくださいました。いっぺーにへーデビタン